吉田さん、お疲れ様です。最近ね、動画で私よくね、見るのがね、さまざまな YouTube チャンネルがあるんですけども、定年退職後のリアルってやつですよね。今定年退職されてる方って大体60代とかね、70代に差し掛かってる方ですね。高度経済成長もバブルもあって、私たちから見ると結構羨ましい時代の方なんですけども、それでもね、定年退職後仕事をやんないとやってらんないらしいんですよ。暮らしていけないっていうかね。そういう方が結構いらっしゃって、でも仕事がほとんどないんで、なんかマンションの管理人やってみたりとかね、ガードマンやってみたりとかね、結構それも立ち仕事とか体力落ちてるんできついらしいです。で、やりながら体力をつけようと思っても体力がつくような年代じゃないんで、どんどん消耗していくだけなんで、やっぱりきついらしいですね。で、それで何が言えるかっていうと、いい時代に過ごしてきた方で、退職金もちゃんともらえてる人でも結構ね、カツカツでやってらっしゃるんです、そういうふうに。っていうことは、10年後とか20年後ね、今、40代の方とか50代の方が、その頃になったら、もっときついわけじゃないですか。それは分かってるわけじゃないですか。それこそ、令和新選組がね、政権取って、いろんな公約を、果たしてくれる、政策を通してくれれば別ですけども、そうじゃない限り、私たちの暮らしってのは苦しくなる一方で、しまいには戦争も起きるかもしれないというね、こんな時代ですよ。やばいっすよね。確かに、老後の心配ってのが出てくるんで、老後って言ってもね、60代とか70代って、これから私10年後とかですからね、あっという間ですよね。私がネットビジネスを始めた頃に、40歳超えてね、これ10年後だったら無理だったよねみたいなことばっかり思うんですよ。40代だったからギリギリできたかなみたいな。いやー、となるとね、10年後に手遅れなことってどのぐらいなのかなと。エミューちゃんと暮らしてるのはもうね、私手遅れですけどもいや、今からね、10年後に始めて手遅れなことってのがあるとしたら、今やらないといけないですよね。いや、本当にね、やればやるほどね、やることが見えてくるって感じですかね。どうなっちゃうんでしょうか。いってらっしゃい。